黒崎健太白崎太事故いきなり事故、いきなり事故事故のはいいんだ、分かってねえなお前ら。まさかの、まさかのまさかのまさかのカムというまさかのブラックソードデイ、イエーイ、まあ、イエーイ、ブラックソードデイ、ブラックソードデイ、イエーイ、同じ人と。一応カエルの酔っていいと思う。よっしゃー、しょぼんってすんな、しょぼんってすんな、しょぼんってすんな。そうだね、つまんないとか言っちゃうよそれね。それはまあしょうがない流れだと思う。はい、正直、うん、正直言って、はいはい、今日ね3人いないです。3人いないです。はい、正直いないです。わっしょい、わっしょい、わっしょい、わこつ、わこつ、わこつ、初見さんいらっしゃい、わこつ。なんでね、はい、その代わりにまあ、うちのフラッグソードのメンバーを連れてきたんですけども、はい、じゃあまず自己紹介、自己紹介を、はい、僕から、はい、よろしくお願いします。九州出身の、春樹って言います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。もういいね。じゃあ次は、いや俺は順番的に、いやそれはもうだって、もうじゃあもうこっちから行こう。こいつ行こう、こいつね。ブラックソード奈良瀬優蘭です。トーク出身です。よっ、よいしょ。そんだけ。さあ、そしてこの隣の、隣のキノコ頭。あ、どうもブラックソード関西出身代表、おー、レイジです。レイジです。レイジお願いします。よっしゃ、レイジ。誰か、ちょっと待って、なんかすごい知ってる人、誰かすごい知ってる人がいる。おお、来た、ゲスト。じゃあゲスト、特別ゲスト。さあ、M サルさん。え、帰って帰って帰って。行っちゃった、はいね、行っちゃった。はい、うちのマネージャーの、はい、マサルマネージャーです。はい。ヤカラ流星さん今日いないですね。いないですね、ヤカラさんはね。せっかく初めて生で見れたのにごめんなさい。すいません。すいません、せめて。せめてシャキンってしてくれたら。そうですね。マサル、マサル。そうですね。マリルタイム連発しろバイオーナーっていうの。絶対嘘、絶対嘘。いやいや、もしかしたらこれ。いや、ね、オーナーは今の行方不明なんで、行方不明なんで、飲みすぎて行方不明なんで、飲みすぎという名の死亡説がね。そうだね、死亡遊戯で、死亡説があるので、死んじゃってるね、完全に。マリルタイムって何ですか、ちなみに。あ、見てないの。見てないんですよ、僕。ちょっと出てんのに見てない、何してんの。そうなんですね、入ったばっかので、まあ、マリルタイム、そうだね、はい、完全にそう、黒崎健さんの偏見と独断で俺が勝手に一発ギャグやらされるっていう変な、はいはいはい、大変悲惨なコーナーがあるんだけどもね。一発ギャグを振った方がいい。一発ギャグ、一発ギャグがあるんだけども、はい、でも今日は、はい、今日はもう特別に、そうだね、じゃあ一発ギャグのね、はい、一発ギャグ工場ね、工場つまんねえんだよ。そうなんだよ。お、つまんねえんだよ。死ねえよお前。ヤジ飛ばされてんだよ。死ねえよお前も。死ねえ、はい、一発ギャグ工場のレイジさんが、レイジ君がね、うん、マリルタイムの時代終わったからね、みんな。これからはやっぱレイジタイムの時代。レイジタイム、よっしゃ、レイジタイム来た。レイジタイム、正直はい、俺もそれはね思ってる。店にいながら俺も思ってる、それは。うん、いや、なんかね、一発ギャグ工場って言われてて、なんかこういろんな宅から呼ばれたりするんですけど、結構プレッシャーで、逆にそれが間違いない。あ、プレッシャーなんだ。レジ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 、逆やって逆やってっつうのがちょっとプレッシャーです。いや、まだいいよ、俺全国的に言ってるから、全国的に全国的にやされてるから。全国的にやらされてるぐらいだからね、俺ね。うん、この話長くなりますかっつってね。そうだね、長くなるかっつったら長くならないです。長くならない、切っちゃいましょう、すっぱり。終わりやな。切っちゃいましょう。間違いやらんのかい。やらないね、それね。やろう。
そいつ何なんだろう、この立ち位置何、途中途中途中から入ってくるもんね。死んだ方がいいと思う。レイジタイム、お、うん、いいね、レイジタイム、お、マツマリのタイム、レイジタイムね、うん、これ1、1、1個は逆考え、そうだね、1、1、1個、1、1、1個はギャル考え、1、1、1個はギャル考え、1、1、1個はギ初回いきます、ありがとうございます。一発ギャグやってよ、お、聞きたい、そういい、いいね、レイジ君の、レイジ君ね、お、ネタ帳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 が出てきた、うん、ネタ帳出てきた。空気を読んでいただけると、空気を読んでいただけると、まあ番号言っていただけたらやる、番号、うん、番号で決まるらしい、だいぶ番号あるね、うん、ちょっとこれもコメント、コメントで、コメントで何番か、1から14の数字を誰か言って、1から20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 、じゃあ、ちょっと面白いんですけど、何ケン黒崎の不満を話そうだって、お、1不満を1、なるほど、14、あ、どっちがいい、僕14やった、やめたら、あ、じゃあ10、10、うん、15にしようか、15行こう、15、よいしょ、1と14、よし、じゃあそんなレイジ君の15番目の歌で、3、3、2、2、1、弱めのパンチで死ぬやつ、グイじゃないこれは。これはグイじゃない弱めのパンチ、ね、あ、今弱めのパンチ、うん、弱めのパンチで死ぬやつ、彼 の、 彼のね、うん、ネタはでも嫌いじゃない、嫌いじゃない、嫌いじゃない、なんかグイグイ嫌いじゃない、グイ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 、ダメかな今の、飲めこらじゃねえよ草生やすな草でも嫌いじゃないみたいな、面白い、いいだもん、やった、うん、じゃあこれまだいけるんじゃない、まだいける、まだいける、20個全部いこう、20個じゃあ1から行こう、1から、いや20個全部いや、20個全部いこう、時間の配分的にきついと思う、もう1個やってブチを言いましょう、そ う、ね、そ う、 ね、そう、もう1個やってブチ、99、どれだ、おすすめの2番の、これを2番いこう、2番、よしよし、3、3、2、2、1、1、いやこれカメラ映るよね、これよっ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 、だいたいポッキー4本分、ポッキー4本分、はい、よいしょよいしょやったー、これ好き、めっちゃ好きね、これ結構押してるんだけど、これいいね、これもこれ好きなの、ポッキー4本分、でも何が一番不満かってね、全然あのリアクション取ってないんだよ、全然リアクションね、めっちゃクール、全然リアクション取ってない、ポッキー4本分はね、もうあ、初回みたい、いや、リアル、そう、初回、初回みたい、うん、よく言われる、初回みたい、うん、よく言われる、じゃあ、オーナーの口、オーナーの口、期待の新人、オーナーの不満を言おう、お、これ大丈夫、これ大丈夫、これ大丈夫っていうのはどういうこと、オーナーの口言ってもらいたい人、芝生、あ、オーナーの口言ってもらいたい人、芝生、芝生、芝生、WWWWW、オラオラオラって、よし、愚痴行こう、愚痴、むしろ、のしでいいと思う、のし、じゃあ、オーナーの口聞きたい人、のし、なし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 の前、あ、でもマリルなんかあるでしょって言ってるのが、なんかあるの、びっくりや、じゃあめっちゃダブル来てるよ、めっちゃダブル来てるよ、すげえすげえ、のしも来てるよ、おお、なしのしが、お、めっちゃ多いね、うん、どんだけ不満来てるみんな、のしのしのし、マリル、あ、でもマリルのしっていうのが、俺違う、俺じゃない、マリル、マリル、俺あげてないよ、俺別に、あ、でもね、俺別にあげてない、マリル、バイバイ、バイバイ、マリルタイム、マサル、まあでも、じゃあ愚痴、愚痴になっちゃったのかな、これは正直愚痴ってあるんすか、 NG コメントですもんね、なんかめちゃめちゃ気になるね、あれがね、本当にね、そういうのってめっちゃ気になるけど、多分深く掘りすぎちゃダメだと思う、マリル負けてるよ、マリル負けてるよ、この何回目なの、マリルさん、ほら、あ、飲んちゃった飲んちゃった、俺何回目だ、でも、うん、休みは含めたら多分でも6回くらいかな、でもおー6回、意外に少ない意外に少なかった、あ、少ない、嘘でしょ、先輩のちょっとこう、意外に少なかった、マサルうざい、愚痴が、愚痴を、愚痴あるでしょ、でも全然、あんだけあなたはあんだけさ、コキを使われてさ、コキ使われてると思ってんの、思ってます、思ってんの、あ、ド M なんだ、最悪だな、お前は思ってない、あ、そう、いや、嫌いじゃないんだろ、そういうのみたいな、嫌いじゃないけど、嫌いじゃないけど、好きでもない、いいから、女の口、女の口は、女の口、うん、一番付き合い長いの、え、これ全国でしょ、だって全国だよ、正直舐めてんの、お前、いやいや、舐めるのはお前、チンコだけにしろよ、うんうん、俺も舐める、大きな声で、舐めない、大きな声で、いや、でもさすがにね、うん、リアルに、でも一番愚痴あると思う、愚痴っていうか不安を抱えてる、あーあー、まあまあ、ああ、不満、ね、不満はないけど不満はある、どういうことやねん、どういうこと、
マジ詳しく、ぶっちゃけ言っていい、うん、このメンバーでも最初やるってなった時不安だったし、このメンバー間違いない、間違いないし、正直、うん、まあ内勤やるってなった時も不安だったし、うん、むしろもう毎日が不安パーティーだね、完全に、ね、不安しかない。おい、てめえ、俺の愚痴言ってるらしいじゃねえか。わ、マリルはマサルの愚痴言ってるやん、おい。これは喧嘩なんで、これは喧嘩なんで、マリルはマサルの愚痴言ってるやん、軽い殺し合いなんで、これは。待って、なんで関西弁なの、しかもなんで関西弁なの、関西の人なんだよ、俺は頭だよ、全国だから、関西、関西、なんで、どこでバレたの、なんかな、なんかあんだろうね、なんかあるよね、俺が言ったんかもしんない、俺は落としろっつって落としろっつって、お前じゃないでしょ、完全に。いや、でも僕も愚痴ありますね。何何言って言って、まあ、結構ね、まあ、オーナーとこう同業の席とかつかしてもらうんですけど、はい、同業さんとかこうね、そういう業界の関係の方とかつかしてもらうんですけど、はい、まあ僕が一緒に席つくと、おっ、レイジって言うんだよ、こいつね、超面白いの、俺最近教えるの、一発ギャグやろうかって、いきなり一切自己紹介も、いきなりの無茶ぶり、自己紹介も何もなしでギャグやろうかっつって、そこをなんかもう滑る空気持っていかれるっていう、なんかそれがでもやるっていう、入りが間違ってるよね、入りが怖い、入社感がすごい違う。それがすごい僕の愚痴かな、マサルジャイアンって言ってるやんな、うん、これ絶対ソラだ、ソラなんで関西弁なんですか、あの人、うん、あ、僕にインスピレーション、まさかの身内っていう、細いジャイアン、身内が細いジャイアンねえ、もっとないの、マサル、あ、やっぱ本人、やっぱ絶対本人だよ、マサルは細いジャイアンって書いてるの絶対本人だよこれ、うん、いやでも愚痴はでもまだありますね、なんか何何あんの、未だに布団くれないっていう、布団をくれない、え、なに、布団費用、なんかこんな量、薄い布団で寝てんすよ、あフローリングに布一枚で寝てんすよ、そう、布一枚で昨日かわいそうすぎて、俺が一枚あげたから、うん、かわいそうすぎて、そう、これだ、こいつだ、そう、俺、こいつだ、角度変わった、なんすか、なんすか、ハルキ映らない、映らない、あのハルキくん、何歳か言ってあげて、22です、22、お、よっ、はい、わー、これどこ見ればいいの、中学生しか見えないっていう、ここ、これ、あ、これだ、こっちだね、あの光ってるやつがそうだよ、あ、ほんとだ、お兄さんが教えてあげよう、ね、ありがとうございます、そうだね、実はでもね、レイジ君はね、実際の自分個人でもね、ニコ生っていうものをやってる、そうですね、ニコ生、一人で8時間ずっとゲームを実況するっていうわけわかんない、8時間ゲームゲームを、ね、ゲームを実況してたんですか、マリオ、スーパーマリオランドを8時間実況するっていうわけわかんないことしてたんで、まあね、そんな感じでニコ生には慣れてるんで、すごいよね、でもいやでも面白いですよ頑張れみたいなコメントがね、熱い、熱い、待って、頑張れってコメント熱いね、熱い、胸が、あ、胸が熱い、いや、こいちくん、こいちくん、こいちくん、あ、こいちです、こいちっていいですか、わかんないからやめとこう、身内ネタでねえから、身内ネタ、身内ネタ、これでもね、初回に来たらわかる、マサル VS 負けるって絶対ソロだろ、ははははは、絶対ソロさん、絶対ソロさんでしょ、うん、つまらん、まあ、まあ、つまらんのは嫌いだよ、身内だ、身内、身内はね、身内ね、身内すぎるの、ごめんね、身内はダメだね、そうなんだね、完全してる、うちのオーナーがね、バックレたのがいけないんだよ、この番組、そうだよ、あれね、サボりにはバックレだ、バックレ、うん、バックレソードだよ、バックレソード、おい、なんか文句あるんだったらパソコン越しから言ってこいよ、今のが不満です今のが不満です、一番の不満です、今のが不満でだ今のが完全に不満だよね、まあ、僕らがいること自体おかしいからね、まずね、まあ、それを言っちゃえば、ね、あのルミナスティさんと、うん、ハニーさんの多分従業員も見てんだよね、うん、見てる中で確実に思うのが、うん、こいつら誰ってなるよね、誰ってなります、まあそれしょうがない、ネタ的にもだって身内ネタだしさ、ケンケン電話出たって書いてある、あら絶対嘘でしょ、これ絶対嘘でしょ、おい黒崎、おいおい黒崎電話出て、なんかしろよっつってる、なんかしろよって言われてもね、マリルタイム、よいしょよいしょ、マリルタイム、とりあえずマリルタイム、嘘でしょ、いやいや、なんか嘘でしょ、いやでも持ってない、さっきからマリルはマリルはっつってんだから、マリルのビラゴルフの、ビラゴルフの、おこれをビラゴルフね、うん、ビラゴルフ、ビラゴルフのモノマネまでー、さあさあニニニニニニ、スイングの角度的にはこう、はい、死ね、しーね、ちょっと待って、待って、足、今一瞬、今ね、一瞬で、ね、一瞬まじ、しーね、しーね、あ、じゃあ言い訳しよう、言い訳、言い訳何、言い訳、足が、足が、言い訳、いや、言い訳とかないけど、弱めのパンチおかわりさせてください、おかわり、それダメだって、一回やってるよ、弱めのパンチまで、いや、でも、ちょっと待って、2回目やって、受けるのかどうか、まだでもあるから、まだある、違うやつをじゃあ
じゃあさあ、でも20番ちょっと一遍これ全国的にやってどうなるかっていうのこれ。それそれ。これは絶対ダメだと思うね。これあかんあかんあかん。これは絶対ダメ。それ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 。ひげをそれ。それはオーナーのギャグだね。5やって5。5。5番。5番これ。これあかん。映んない。あかん。いや俺これ好き。これはあかん。いややろうよ。やっちゃいけないの。今日これでやるのって言われてる。お前のせいだ。これはダメ。今日これでやるのってさ、しょうがないじゃん。全国でしょ。まあ行こうよ。5。しょうがないよ。俺だってやりたくなかったよ。5行こうよ。5。とりあえずやろう、とりあえずやろう。5行こう、5。5行こう。5で、5。せーの。5行こう。これ20番やりたいけど、20番やろう。20番行こう。20行くの？これはあかんやん。じゃあ、これ3球絶対ダメだと思うな。滑り、滑り、じゃあキャッチャーのビリですよ。滑りたい、滑りたいんだ。あ、滑りたい。そう、滑りたい。グイグイ要因なんで。うん。いや、何隠してんの？隠してんの？ほらほらほら。よーし。よし、じゃあ、そんなレイジ君の。はい。逆まで。さあさあ、無理に、シンチ。はい、いらっしゃいませ。はい、いらっしゃいませ。あ、オーダー伺います。コーラ、ソーダ、かしこまりました。ごゆっくりどうぞ。俺、社員のふりするバイト。おっさん、まさかさん、裏が、まさかさんには、いや、助けられた。裏、うん、助けられたよ、これは。それ知ってるって来てるよ。わ、でもグイグイって言われた。グイ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 、よし来い、グイ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 、あー楽しい。うわー、グイグイのコメントが増えてるよ。あー楽しい。なんで知ってんの？わかんない、なんだろう。完全に、え、まさかの隠れネタ。5番、5番行きたい、5番行きたい。期待の新人、期待の新人、やった。でもソダさんかもしれない、打ってるの。完全に身内、身内が打ってる。身内のパソコンからって。お前の中で一番受けるのはホップステップ。ホップステップ、ホップステップ行こう。ただね、あれはちょっとね、この立ち位置的に見えるかどうかっていうね。全国的にはだね。カメラ角度的にちょっと難しい。え、ちょっとこう、ちょ、軽く軽く。あ、なるほど。なるほど。お、行こう。行こう。よいしょ。そっから行く。3、2、2、1、1。ホップステップシャブ。あ、声届いてないかな、声が。ちょっと待って、聞こえてないかも。最後の部分が聞こえてなかったかもしれない。もしかしたら、うんうん、聞こえてない。それ好きだし。12点だ。12点だ。何点満点だ。まあ、10点ね。10点満点かもしれないって。10点超えた。右喋れっつってんの。9点超えた。お前だな。お前、俺かもしれない。俺絶対お前だ。いや、画面的に言ったら右手、ユーランくん。ユーランくん。画面的に言ったら俺だけどさ。14番見たいぞ。14番しよう。14行こう。何？ 14 って何？ 14 番これめっちゃおもんないけどいい。これおもんない。じゃあ面白くないっていうのね。はい。これ見える？あ、見える見える。邪魔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 。マリューさん。おし、はい。よいしょ。さあさあ、2、1、1。チーズの外するんやったら頭取った方がマシや。いや、そうなるよ、そうなる。うん、そうなるよ、ね。だってバロス、バロス、バロス。最初から言ってたからね。じゃあ手上がった、手上がった。5点増えたよ、5点。さ、意外とさ、意外と気付いた方が全員名札つけろって意外と気付いちゃう。名札、名札あんじゃねえ、俺。間違いない、間違いない。名札、名札も作ってない。名札がない、ライター上がったね。お、すごい、さっきの12点よりも上にあったら。右も一発グイッつってる。お前ほんとだよ、早く右やれよ、早く右やれよ。とりあえずギャグやろ。右一発ゲー。弱めのパンチやっとき、弱めのパンチ。弱めのパンチ、弱めのパンチ、弱めのパンチはつまんないでしょ。え、じゃあお前がやるよ。お前がやるやん。弱めのパンチはつまんないでしょ。いや、何やってんの、寝っ転がって。ほら、勇気は評価するっつって。やろ、サバンナって言うけど、おい、それもヤギやろ、完全に。おい、むっちゃ聞こえてるやつやけど。ブラジルの人聞こえますか？ブラジルの人聞けますかって。じゃあやって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 、全力で全力で。このデータあんま知らない。もうね、みんなで潰れろって言われてるから、もうみんなで潰れる。高一呼べ、高一呼べ。絶対ソラさんでしょ、これ。絶対、いや、あなたでしょ。あ、これ打てねえか。違うんだ。じゃあどうしよう。じゃあ乳首の数だけ。もっと面白い人を、じゃあ連れてこよう。あ、左も。コウイチです、コウイチです。それだから、完全に身内ネタだから。コウイチ、それ身内ネタだって。左もやろうって。胸が熱い、左もやろうって。パクリなの、やろ。左もやろうってやって出てるよ。ま、マリル汚い。マリル汚い。誰が、何が、性病って。誰が、マリル性病って。マリル性病、なんで知ってるっつって。恋のです、それは違う人。それ今日いない、これいないよ。違う。4人の中で誰が一番面白いか選手権スタートっつって。スタート。見えてないっていう。整備は可愛いっす。
性病ね、性病なんて変わる、無理って変わるよ。性病っすかね。何この叩き、何なのこれ。いやでもね、僕こんなこと言っていいか分かんないけど、最近ずっとケツの穴が痒いんですよ。いやそれ、何なのそれは。いやでもなんか、うずいてる幼虫なんか分かんないですけど、2年くらい前からずっとケツの穴が痒いんですよ。なんでなんで何人前から、なんかわかんないですけど、なんか調理師やってる時からずっとケツなの。あ、調理師やったんだ。調理師うずいてんだ。うずいてんなんかケツのこれいいの言っていいの。まあまあいいさ、そういう人だからね俺。うん、お笑いを取れない2点って言われた。別にそれネタじゃねえからそれ。ゲイか、お前ゲイか、ゲイ笑いじゃない、確かに。エッチしようか、エッチしようか。もう口癖がエッチしようだもんね。もうレイジありがとう。レイジっていうかゲイジだもん。ゲイジだもん。ゲイジケンジ読んで、ケンジ、ケンジ大腸菌やばいじゃない。大腸菌カップ、誰が活発やん。言ってないでしょ。誰が大腸菌活発やん。あのね、一応、この番組っていうのが、うん、はい、ね、あの視聴者さんに、はい、まあ、例えば話題を提供してそれをアンケート取って、おっていう感じなんだけど、なるほど、まあ、例えばなんか、まあ、前回やったらあの割り箸とかで割り箸を引くんだけど、うん、それまあ例えば数字が書いてある、うん、そう、数字に30とか書いてあったら、うん、そのなんか30のでレイジ君がね、例えば、おうおうおう、じゃあこの4人の中で一番モテるのは俺だみたいに言うじゃん、例えば、うんうん、でそれで30って引くじゃん、うん、でその30以下だったら、グイ、ヒア、シュー、シャウィゴ、嫌いじゃないけど、これ嫌いじゃないけど、なるほど、好きでもない。そのタイミングで CM お願いします。はい、CM 行ってください。 CM 行こう、CM、 これちょっとあの CM 中にちょっと寝んなきゃね。 CM あんの、寝んなきゃね。よいしょ、はい、よいしょ、はい、CM 上げました。 CM 上げたよ。 M サルちゃんと映っとけ。 M サルってだ、 M サルさん、こいつ、このここに死んでる人、そう、ここの死人、自由だな、自宅か、めっちゃ自由に寝てる、自宅か、うん、お、恋愛体験を自虐風に話してみようか。恋愛体験を自虐風に返してみよう。書いてな、書いてなくね。あ、いいか、そんなこと書いてなくね。ここに書いてんの。あ、ちっちゃい、ちっちゃいんだ。恋愛体験自虐風によく見るよ、この自虐風に、自虐、自虐風に、自虐、自虐で恋愛体験、うん、何があるの、えぐいのしかないんだよね。うーにゃーっつってる。俺最近これ好きなんだけど、うーにゃーっていうの好きなんだ。何それ、何それ、全然わかんない、何のやつ。え、それ2チャンネルしかわかんない。最近流行ってるでしょ、なんかこのうーにゃーって。知らない。2チャンネルしかないんじゃない。うーにゃーって何、喋れよ、もっと殺す。うーにゃー、おめかにおめかにおらせて、それそれそれ、マリルの恋愛を聞いてみたい。俺の最近どういう恋愛をしてきたのか俺は聞きたい。ちょっとエグい体験を聞きたいな。俺のエグい、弱めのパンチ見せてよって、誰なんこれ。まだ俺の恋愛はね、恋愛はね、つまんないぜマジで。つまんない、多分でもそのつまんないのが面白さになるかもしれない。じゃあつまんない、話しかけず絶対話させたいだけでしょ。いやでも気になりますよ。気になる、気になる、あってそんな、ね、ルリさん、でもとりあえずでも初めて付き合ったのはでも中3だった。おう、中3、うん、そして ちなみにいつ、いつ最初に付き合ったの。うん、そう、初めて付き合ったの、初めて付き合ったのは中3。あ、中3なんだ。俺高2。中3。え、俺高1。意外とだね、意外とだね。俺なんか一番初体験は、初体験、初体験は18。18、高3だった。俺高2。俺高2。高2のいつ。高2の、うん、夏前春ね。俺高2の秋だった。よし、俺高1の、高1、高1か、高1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 の、高1の夏だったかな。
そうそうそう。最後に枕したのいつ？めっちゃ後ろいる。最後に枕したのいつ？それいいの？枕ない。こいつ見ない。ない。せえへんわ。殺すぞ。今超適当に言ったけどさ。俺単焦放棄やから。今起きたバイケン。色濃い本営。鬼枕。おはような。今から行くよバイケン。絶対ソラさんでしょって。多分ね。うちの人ですよ絶対。ぶっちゃけぶっちゃけぶっちゃけトーク。まあそうだよね。正直ぶっちゃけトークだね。そうそう。ぶっちゃけトークはしよう。最近枕した何時間前？嘘でしょ。いや仕事。嘘でしょ。仕事してる。何時間前って結構すぐだよそれ。一番痛い客の特徴。特徴。一番痛い客の特徴。アルパッド。俺はでも昔のその指名のお客さんで、うん、あの俺以外と全く喋んないっていう子がいた。あ、そんなでも全然マシね。それはマシなの？え、だって僕、あ、でもいますよ。僕関西やってる時はハイヒールにあのブランデー入れられて、え？で、マジで？ヘアムースをシューって入れられて飲んでっつってやられたこと。そんなヤオーみたいな展開あんの？え、でなんか僕飲んでいや無理っすって言ったら、あの下に10万円置かれて飲んだらあげるって言われて全力で飲みました。お金お金お金の力には欲にはね。それ全力で飲んでた？全力で飲みました。え？これはストップの合図です。これはストップの合図です。わかりやすい。え、じゃあユーランくん。俺は俺も同じで、うん、ね、ヘルプなしっていう、うん、そう、他の子にお酒飲ませないで、そう、飲ましに来てるんじゃないからみたいな、うん、そんな話があってね、うん、でも結構でもやっぱ結局なんで顔隠してんの？もうさっき出たからね顔、うん、もう出てます、すでに顔出たよさっき、そうっすよ、え、あでも、お、誠は？誠本名、本名ダメ、ハリック、ハリック、ハリック、が、な、なに、なに？ハリック、聞いてなかった。ん？聞いてる。そうそうそう。聞いてる。痛い痛客でしょ？痛客はね、すごいタクで、うん、顔出てるしか。すごいねタクでね。顎出てんだよ。やばいね。顔出てるけど。ベラしようしそうにししてくる。うん、しそうになる。しそうになる。ベラをししたがる。あ、そういうのいるんだ。そう。チン、あそこ出してみたいな。チンって言ったけどね。したんでしょ、そして。いや、させなかったけど。させなかった。すごい、あの、まあ、僕のタイプじゃなかったので、うん、それしょうがない。しょうがない、ね。じゃ逆にタイプだったらどうしよう。タイプでもさせない。それはまあ、いや顔に店のね、あれがあるからね。店のね。うん。顔に紙袋かぶせてきます、ね。それはそうだよ。そう。すごい怖かったけど。見てないよ、ね、紙袋かぶして、そこに穴開けたらいけるから。いや、怖いよ、でも。顔隠して。え、ルリさんは？あ、ルリさん言ったか。俺言ったよ。ルリさん。あ、まあ。ルリルリ。ルリ。なんかそういつも昔からルリっていう。ルリさん。マリル。お、マルリ。マルリみたいな。それ誰？あ、ごめんなさい。それ誰？それ誰？あ、すみません、滑った。うまいかー。チェーンジョー。チェーンジョー。チェーンジョー。いや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 。チェーンジョー。チェーンジョー。飲まねえのかいって。本当だよね。ジークジョーとかって自分たちが言ってるけど飲まねえんだもんね。ジークジオン分かる人いるのかな？ジークジオン分かる人いないし、あ、でも結構でもネットだったら分かる。ヘルプつまんないからチェックって。ネットだったらヘルプつまんないから、あ、でもあるよそれは。そう、あるよ。ヘルプつながチェックよくある。それはでもまあマリルつけ回しだって間違いない。おい、これ絶対ソラさんでしょ。これは間違いないけど。それはテンポが分かる。それはね、しょうがないよ。沖でどっか行こうよ。マリルの売り上げは0円だから、みんなマリル指名で来てね。よろしくよろしく。めっちゃ顔出てる。何この人。マリルさんは内勤だけどプレイヤーだから邪魔でしかない。内勤抜け。売上げ売上げ売上げ。ダメだよそれ。売上げ忘れたよ。マジで今月このまま誰も。うるさい、うるさい、もううるさい、もう、はい、うるさい。一番いいポリション、一番いいポリション。何何うるさい、本当にダメ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 。マクロだね、ぶっちゃけだね。ぶっちゃけすぎるでしょ。まあぶっちゃけ。ダメ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 。そういうのは面白い。危ない危ない。いいと思う。頑張ったらいいんすよ、頑張れ。怖い、マリの畑じゃないでしょ。頑張ればいいんすよ。頑張りたいね。他のぶっちゃけ聞きたい。頑張ればいい、頑張れば。ここで頑張るよ。ぶっちゃけ聞きたい。ぶっちゃけ、じゃあぶっちゃけ、じゃあ視聴者が何来てる。うるさいわ。歌舞伎で撮るじゃん。絶対そうだよ。歌舞伎の底辺。あ、口回らんかった。絶対そうだよ。歌舞伎の底辺マリル。あ、ねえ、ケン黒崎から電話だよ。お電話。あ、こいちです。違う違う、こいちネタ。こいちくん、このチューネタ。こいちくん、なんでこいち。あいつチキンだから切りやがった。マリル、マリル、マリルリーな。無理だね。それ無理だね。泉マリ、AV女優だ。ケン黒崎の。そうなの？そんな子いるの？
電話失礼。ここにこう当ててさ、スピーカーで話喋ったらいい。着信残ってる。誰ですか？マクロ。着信残ってる。誰？ケン黒崎だ。お、うちのオーナーです。オーナー、オーナーから着信が来てた。着信ナウだね。え、今電話してる。電話してる。電話してるね。うん。じゃあ俺かけるしよう。まあまあまあ、でもオーナーがいなくてもね。はい、聞いてくださいよ。いや、むしろ、むしろ、いいよ。マリルシンカー。マリルシンカー。マリルリー。今からケン黒崎来る。ケン黒崎。ケン黒崎。ケン黒崎来る。召喚。おーやった。ケン黒崎召喚する。おめでとう。あと10分。オーナー大好き。オーナー来るって。マリル AV 大好きだよ。確かにね、好きだよね。確かにね、好きだよ。男子みんな好きだよ。まあね。じゃあ正直だって俺はそんなね、知らないような女優も知ってるからね、俺は。まあね。例えば。例えば。フルボッコ。例えば。それダッシーの名前とかって名前とかいいの P さん、P 出るから、P 出るから。いや出ない、絶対生放送だから P 出るから生放送が出ないだろ。これはあの、行為で入れるんですよ。行為で、スタッフさんの行為で入れてくれるの。P って、口頭になっちゃうけど、P って口頭になっちゃうけど P でね、俺らは P って言わないよ。俺が P っていう、そのタイミングに合わせて P って入れるな。じゃあ、せーの、絶対もう、グダグダ。絶対今、このピーグダグダ。誰、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 誰？白崎もいい。白崎？ガチに言ってんじゃん。ガチに言ってんじゃん、お前さ。ガチ、黒崎じゃない。白崎もいいだ。バカ野郎！なんで言ってんだよ、お前。なんかその、ただ、どういう関係？いや、ダメって。いや、関係なんもない。なんもない。あ、ならせ。ダメになってる。私、みひろに似てる？似てるわけねえだろ、ポサイガヤ。みひろ。みひろに似てるの？どこに書いたの？これもソロさんじゃないの？もしかして多分そうだね。あ、でもどうだよ、黒崎。決めつけなくないよ、でも黒崎だって。黒崎？逆転高い子だった。黒崎嫌いじゃないよ、その黒崎っていう。黒崎結構おもろいな。あ、マサル、M サル、M のサル、M のサル。私、桜ありよ。あー、確かに桜ありよ。綺麗だね。あ、綺麗。桜ありよ。詳しい詳しい、何でも知ってる。 M ちゃんあんま分かんないんだよね。からの？からの？そこで振るの？昨日何見たの？誰の見た？昨日は洋物だったから。洋物？名前がわかんない。洋物の女優なんて名前誰も知らない。名前わかんない。カムじゃないっていう。そうそう。Yes, come. Yeah, I'm coming. 何？洋物で何ちゃんでやってるって何の名前して。何？何？これはね、ダメだね。これ良くない、これは。良くない、良くない。これ、これ、これはダメ。これダメ。これはダメ。どういうこと？絶対ダメでしょ、これは。バグナウェルのバグナウェル、まあ、おかしい。50万だよ、50万、マジで。原爆だよね、これは。原爆だよ、これ。俺知らないんだけど。これはね、ダメだよ。知らないんだけど。ケン黒崎、ゴンちゃん、ズブクルチ。知らないんだけど、何？マジで？ゴンちゃん、ゴンちゃん、誰やねん。何ですか？あのね、あの、前に。ゼロ先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 。あ、お客様お入れしますね。お客様お入れします。こんな、あれだったね。え、キーちゃん、そう、北のキーですよ、北のキー。え、あ、それいいね、それいいね。ちょっとじゃあ、ちょっとじゃあ質問、まあ質問っていうか、まあアンケートタイムおで、まあイエスかノーかで、内勤が、はい、内勤がナンバーに入るのはありかなしか。あ、これちょっとじゃあ集計を。あ、これありじゃない？なしなの？最近はどうなの？まあでも視聴者側的には。あ、視聴者側ね。うん、なるほど。最近より売り上げ上げればいいんだよ。よし。まあそれはまあどうなのか、ないじゃなくてさ、今、いや、じゃあ集計してるからコメントで。そう、これで言ったらダメなんだよ。ニコニコ動画を分かってるのよ、まあ、よく分かんない、いいしの、俺教師の。うんね。でもニコ動で見たこと全然ないんだよ。あ、マジで。俺はでも、あれでもマサルに教えてもらったエロイプは面白かった。まあ、ナイキンか死んだ方がいいと思います。ナイキンナンバー入るって結構あるやろ。あー、でも気持ちいい。あー、じゃあマリルは首。俺はね、あ、次の投票はマリルが組み、まあ内勤に負けだったし、まあ間違いないんだけど、間違いないんだけど、言っちゃえばそうだね。内勤に負けだったし、マリル家やめろよ。あり、他がしょぼい証拠だよねって。内勤以下はクビ、そしたら店回んないよ。回んないね。まあね、そうだけど、内勤以下クビって店回んないよ。そうだけどね。でもね、まあ内勤よりはね。でもやっぱね、キャストがいてこその内勤だと思うから。ああ、いいこと言うね。おー、いいこと言う。普段そんなこと言わんのに。たまにはね、たまにはいいこと言う。いつも言わないけどね。そ
お前らさどんだけちょっと待って待って、お前らブラックソードで俺より後に入ってきた人間だろ。うるさい。うるさいじゃねえよお前ら。キノコお前出ます。おお何どっちおお、ハイが59。入らない方がいいと。ん？いるのはありか。いや、ありかなしかだから、ありありなんだ。ありの方が多い。おお、やっぱでも多いですもんね、内勤が入るのは。マリルはなしだな。マリルはなし。マリルはなしだ。マリルはなしだろ。え？マリル入るにさ、表の看板にマリルが乗ったら。いや俺だ、いやでも俺看板入りたくはないって言ってるけど。ああそうですか。でも僕多分出勤したらゲロ吐きますよみたいな。まあでも言っちゃえば看板に映ってもいい顔してるけどね。なんでこいつギターこれ上げてきたの？なんでおいっしょしたの？グイ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 、よいしょすんな、よいしょすんな、マリルをあげるな。痛いけど気持ちいい。あーし、痛気持ちいい。うん、痛いけど痛気持ちいい。うん、あ、痛い。あ、ちょっと気持ちいい。結論、担当がナンバー入ればいい。まあそうだね、間違いない。うん、まあでもそうだよね、確かにね。もう顎はなんだよ、負ける。お、マサル顎が、顎が、お、顎がバンで、マイちゃん、マイちゃん、顎がマイちゃん、顎がマイちゃん、顎がマイちゃん、似てるんだろうね。顎がマイちゃんってどういうこと？顎がマイちゃん、顎がマイちゃん、顎がマイちゃん似てるんだろうね。疲れた、サボろいわ。プレイヤー戻ればだって。なんだろ。顔ウケ。よしよしよし。じゃあ俺も組んでいい？よしよしよし。クッキーパパ。よしよし。お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 。みんなでマリルつぶす。そうでしょ。あー少ない、ちょっと少ない。とりあえずマリル少ない、ちょっと少ない。ビール持ってきて。ビール持ってきて。ビール持ってきて。ルビールビー。え、でもなんかあるって聞いたんだけど、ビールは。ビールはあるんです。顎がポジティブ。顎がポジティブ。顎がポジティブ。ひどい、マリルだよ。これひどい。あのね、ネガティブな人間はそうじゃないから、やっぱりポジティブでいかないと。ありがとう、ポジティブ。顎がポジティブ。よろしく。あ、グーがポジティブ。広いでしょ、これは。いいね、あ、ポジティブ好きです。確かにグーグーだね。その発言ちょっとね、今ね、ちょっと逆戦高い。あ、でも、面白いけど。グロケン、まだーって。来たらグーグーだよ、間違いなく。グロケンさんはそうだ。これさ、来ないんじゃない？ビール直感行くしてよ。もうすぐ黒剣行くよ。なんで、おっと、なんで、何情報、何情報、何情報。ビール直感一気してっすよ、やっぱ。誰が？ネタないの。マサル、なんかネタないのないよ。ないよ。おお、どう、男らしい、男らしい弱音ないよ。超ストレート、男らしい弱音だね。はい、皆さんは金銭感覚とか狂う方ですか？はい、狂うんじゃない？どう？狂うと思う、少なくても。かと、なぜ、なぜ、なぜ、なんで？なんでだろう。その場に金があるから。むしろ使っちゃう。むしろ俺全然お金、むしろ俺全然お金なくて節約の方向に走っちゃうんだけど。ああ。銀行に入れないよね。右肘左肘目、こうを見てとか。右肘左肘目見せてって書いてあったの？どこに？あ、これこっちの方が早いんだよ。真ん中の人は誰？マサルさんです。マサルさんですよ。まあ、カール。ここに見て、右肘。うん、ある意味レア感。あ、でも確かに分かってくれてる。まあそうだね、うん、あの今日だけなんでね、ブラックソードのこのまあほら入ってきた子とかが、うん、最近買った一番高いものは何ですか？買い物。最近買った一番高いもの、人人身売買、フィリピンの幼女。それアウトだ。グイグイじゃない、グイ。それ完全にアウトだし、違う。それ完全にやぞ。そういう人じゃないからね、間違いない。そうだよね、マリル延長。どういうこと？真ん中イケメン。おお。このぐらいのマリル。真ん中。真ん中イケメン。真ん中イケメン。まあ間違いじゃない。いや、ここは違う。どっち？真ん中ってどれ？これはないとして。よく見ればイケメン。マリル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 。真ん中の人は偉い人。偉い人だよ。偉い人ですよ。みんな髪長いの。いや、むしろエロい人だよ。みんな髪長いのはなんで？長いか？髪長いの？髪長い。髪長いのね。はい。なんでって言われると。みんなではないと思うけど。コストだ。コスト出す。でもこいつは髪長くても残念だからね。薄い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 。デコがね。デコが薄いよ。ベジータ。ああ、ベジータ。弱いサイヤ人はどうなの？ハゲって言うな、殺すぞお前ら。ハゲ。ハゲ言うな、殺すぞ。ハッキングすんぞ、ハッキングすんぞ。あー、シューツさんね。ハッキングすんぞ、ハッキング。ホストは儲けますか？儲けない。俺いじめてますか？平面今日漏れてない。あー、なるほど。
でも俺今日漏れてない。部屋飯してないじゃん。部屋飯してないことがレアだよ。 HG この2人しかしてなくない。 HG って言うなよ。してない、してない。いやいやいや、真ん中してないもん。 HG はうちのオーナーだよ。オーナーハードゲイだからね。ハードゲイだからね。黒崎ゲイだからね。黒崎ゲイだからね。黒崎ゲイだからね。いないからって何でも言い放題じゃないからね。下瞬間かしこまるからね。ぶっちゃけぶっちゃけ絶対しゃべんなくなる。ぶっちゃけってこれググったら出てくんだからね。え、マジで本当だよ。酔っていいと思ってググったら出てくんだよ。過去放送見れちゃうからね。あ、申し訳ございません。ごめんなさい。オーナー見ちゃったらあれだよ。まあ、またギャグやってって言われるパターンですかね。これ多分オーナーみたいな。でも今日ギャグやって。今日だけだから。ギャグ。で今日だけしかね。今日だけだから。オーナーに言える。何でも何でもやる。ハル君手を振って。ハル君。俺。ハル君。俺。ハル君俺しかいないよね。ハル君。なんか恥ずかしいの。いや、こいつ誠だよ。おい、こら本名本名ばっかり。本名ダメだよ。マサヤさん、足パンパンすぎ。はいはい、マリールタイムっつってるけど。キャバクラ行くのみんな。キャバクラは俺全然行かない。俺も行かない。キャバクラ僕もキャバクラに棒しとったから行く気にならないっていう。あ、言ってたのあります。あれを連れて行かれるなら行きたい。うん、そういう感じかな。俺この間初めて一回行ったけどな。お、今いくつですか。フリーで。20年間生きてきて初めてこの前一回行って。おお、どうでした。行くだろ。感想どう。マリル最低。なんでや。間違いないないない。間違いないないない。ないそれ分かんない。何それ何それ。それは知らない。それは知らない。ならない。あ、いいいい。で、どうだったの。どうだった。うん、家に来て。あ、行きたい。あ、どうなんだ。この後キャバクラ。キャバクラ連れてってくれるの。あ、え、ボサです。あーす。あーす先輩。あーす。給料安い先輩だ。俺だってキャバクラもキャバクラもだし、俺風俗も行ったことないんだよ。俺もないっすよ。え、そんな行きたいって思う。だって正直、まあ、でもやる人がいないんでね。まあ、楽しければいいっていうのはね。まあ、ね、まあ、行ってみたらまあぶっちゃけまあ楽しいと思うけど。うるせえマリルっつって嘘つけよお前。絶対行っただろ。1,2,3,4,5,6。いや、行ったことあるよ。熟女キャバクラとか。キャバクラじゃねえよ。熟女キャバクラ。熟女キャバクラ行きたくないでしょ。行ったことないわ。行ったことないって言う人に限って怪しいから。そう、熟女ソープだよ。熟女ソープとか言ってるだろ。ソープ行ったことねえよ。耳が赤いよ。耳が赤い。お、なんでだ。耳が赤いよ。まあでもお酒の力。マリルね、今日ね、これシャツとジーパン。あ、危ない危ない。あ、暴力だ。ただの暴力だ。あ、モザイク。ホモセックスしてる。ホモセックスしてる。じゃあ俺も。ホモセックス。あれは。お、召喚し、来た。誰？え、誰？おい。わっちゃん。赤、やばい。赤の人が来た。オーナー潰れてたって嘘ついてきました。何が始めてんの。もう始まって、もうかれこれね、1時間じゃない、45分だ。あんなフラットじゃないだろう。いや、真ん中にほら。いや、見えてない。見えてない。見切れてます。見切れて。ちょっと、いや、じゃあ今、うちの幹部人とね、ラーメン食ってた。ゲロゲロで。来てくれ、ちゃんと来てください、さっき。わ、やばい。めっちゃコメントあるよ、みんな。来たー。おー、カビくん。おー、カビちゃん。おー、そう、うちのね、ナンバー。いいですよ、ほんと、あれ。おい、いいよ。リーダー。ラーメン食ってんだ、こいつ。なんでビール飲まねえの。ビール飲まねえの。ラーメン食ってんだよ。ちょっと飲みすぎじゃないですか、あれ。いいんだよ。飲みすぎだよ。嫌なことがあった時はいいんだよ。流星さん。飲んで忘れようったんすか。嫌なことがあったんですか。俺の前何分。あー、今エッチしよう。イケメン来た。すごいじゃん、今日うちのメンバーだ全員。来た。おイケメン来た。大集合。ラーメンだと、ね、ラーメンだと。ラーメン食ってたよ。お、後ろの子かわいい。完全にバス。待って。ね、来た。いろいろなことがなんかあるって言ってるマリ。なんすか。マサルに仕切って。グイ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 よしこいグイ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 よしこいグイ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 。そうなりますよね。それはそうなりますよ。いいね。事情説明あるから。ちょっと CM 一旦 CM。
カリ君もちょこちょね、状況がね、読めないけども、いけない、多いね、今日今日違うんだよ、みんな聞いて、昨日の夜に聞く、ね、カエチンにさ、メール来て、ちょっと行けませんって、うん、で、俺営業中に大樹から来て、うん、行けないみたいな、うん、俺、どうする、はい、エルバーライってなって、結果、あの、マリルをね、俺どうしたい、ね、イグ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 イ、な結構前の前の前ぐらいに俺一人だったからさ、ね、マリルが行く前に俺目の前でバーンって手を潰れて、マリル行ったなって見て、この楓を連れてラーメン食ってたもんな。あ、どうもアッキーナです、よろしくお願いします。あ、アッキーナ似てる、うちの楓リーダー、楓リーダー、ね、リーダー来た、ラーメン屋で酒飲もうって言ったのに、ね、確かに俺一人で飲んで、そうだよ、ね、ごめんね、クソだなって、クソって聞いて、じゃあ大樹と大樹どうなんだよ、僕ラーメンしか飲まない、楓大樹は OK なの、めちゃめちゃ休んでる、すいません、僕ラーメンしか飲まない、おかしいじゃん、お前ダメ？聞いてみようよ、聞いてみよう、じゃあせっかくね、ダメだったと思うよ、はい、グダグダ、おい、ふざけんなお前ら、グダグダじゃないよ、GD ですか、ブラックソードがダメになるでしょ、金髪見ててやれ、弱めのパンチだと、お前よ、つまんないからチェック、お前に良かった、お前褒められてんじゃん、すごいじゃん、弱めのパンチ見せてやるよ、マリリン良かったよ、そんなにもう不安しかない、コメント数がどうなのか、ここにいつもあるタッチパッドなんだっけ、彼わぁ、彼が持ってます、 iPad、うん、あの、アッキーの可愛い、細くて大きい小学生、結構来てんじゃん、アッキーにゃっ、じゃあ、よし、え、ユーラもいたんでしょ、じゃあ、俺もちょこっと、ちょこっと、アンケート取って、負けたやつ2人飲め、お、はい、1番、ハルキ、ね、右の子女子、2番、うちのマユね、マリル、みんなうちのね、うん、レイジ3番ね、この子、で4番がこのユーラ、あのね、一番なんかね、頑張ってた人選んで、4人で、ぐいぐい、1番ね、2番アンケート、3番、4番頑張ってなかった2人ね、ぐいぐい、ああ飲ませっから、頑張ってなかった、よっしゃー、行きましょう、俺頑張ってっから、行ってみよう、俺マジ頑張ってっから、ケンケン聞いて、飲むよ、俺これ飲むよ、わ、スラッとスラッと甘い、これうまいんだもん、それは甘いですよ、絶対お店から持ってきてるんですよね、よ、あ、4番ユーラン、ユーラン、はい、よ、1番ハルキ、2番マリル、3番ハゲジオン、なんかジークジオンのレイジね、はい、レイジ、はい、俺の酒はどんどんパー、ね、飲まってんの酒、どうぞどうぞ、あの人何ですか、あいつ何してきたの、パンツ見えてますよ、ジャイアン、ね、いやね誰が頑張ってなかったってなってる、そう、2番うわ、ユーラン一番画面中、ユーランじゃなくてユーランですよ、ユーランだユーランしてこれ一番頑張ってなかった人だよ、これ、うん、しかも2番最悪じゃない、なんかさ、しかも酒ねえじゃん、マリで俺だよ、俺だろって。いや。俺だろ、書いてあったら俺だろ。マリルが飲めばいいんでしょ、マリルが飲めばいいんでマリルが飲めばいい。うわ、黒崎。ケン黒崎の悪口誰言ってたの、誰だよ。赤チェック似合う。誰だよ。ね、誰だよ、言ったの。誰だよ、言ったの。赤チェック似合いますね。そこもね、聞いてみようぜ、後で。絶対俺こう聞いてやるから、そこはマジで聞いてやるから。ビンだ。ケン、ビンだ。使えない社長ってマリルが。あおりますよ。よかった。カスタムじゃねえかよお前は。おお。歌舞伎町の底辺。来た来た結果。はい。一番頑張ってなかったのは。でかい。お。あれ。俺じゃん。え、頑張ってた人で聞いたんですよね。頑張ってない人。俺じゃん。え、待って待って。マリルが40でしょ。
マリルが40。どうも40まだダメだよ。40。100% して47。ワイは大好物。ユーランも。ユーランし。27。そんな割合分かるんですか。20%とか。はい。残り2人は。何？ようだと文句。グイ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 。すごいけど、そうなの。レギュラーなのに、一応レギュラーみたいな。いや、僕からしたらレギュラーっていうより、でもレギュラー、つもらん初めてだから。僕からしたらレギュラーっていうよりは、イレギュラーです。イレギュラー。まあ、それは底辺だからしょうがないな。完全にイレギュラー。底辺やわ。めっちゃマリル足くせえけど、大丈夫や。いや、僕じゃない。俺足くせえ。俺足くせえ。マリルじゃない。マリルじゃなかったな。俺じゃない。全員の確認しようよ。絶対俺じゃない。全員の確認しよう。もう一個、もう一個。もう一個聞きたい。あの俺の悪口を言ってたって。HG って誰？俺の悪口を言ってたって。今が1から4までまた聞いてください。HG って誰？1から4まで。俺悪口を言ってた。HG 誰がハゲや、殺すぞ。飲んでやるわ。悪口を言ってた人。飲んでやるよ。その代わり俺明日営業休みは。お、社長。お、社長。なんでダメなんだよ。お、社長。休ませるよ。社長。いやいや。飲んでねえじゃん、マサル。わ、ゲストの悪口言った人は？ケンさんの悪口を言った人は誰ですか？マジこれで、これでレイジだったらマジね、最悪だな。レイジだったら最悪だな。俺様ゲイ様面倒見たんや、レイジ。俺様ゲイ様、黒崎。いや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 、マサルでしょ。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 まあ俺に至っては日常茶飯事だから。日常茶飯事って意味わかんねえ。てかマサル、てかマサル、マサルっていうコメントしかねえ。日常茶飯事、付き合い長いけど日常茶飯事になると困るもんだよ。毎日、毎日。え、マサルさん、M サル。まあこいつは言ってるんだろうね、そういうことをね。絶対ソラさんでしょ、俺も。ソラは書かない、こういうこと。書かないですけど、ソラさん優しいから書かないですよ。心込めて、かまさる。そう、でもね、うちのね、ナンバーのね、来てるわけですよ。リーダー。おお、リーダー来た。あれ、あの一人はいる。あ、いないです。聞いてた？誰がいたんすか？そう、うちの遺跡組の子がね、どんどんどんパーナンバーワン遺跡のね、 R くんが、 R くんがね、どん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 パー、やっ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 、よしこい、呼ぼう、紹介しよう。うちのね、遺跡で幹部入ったんです。幹部でね、え、いるの？フレ君、シュートはね、来てないんだよね。シュートさんはそう。で、もう一人ね、シュートとね、同じレベルのが来てんだ。一番ハゲてる人、高野原して。あ、高野原って何？高野原、出ました、出ました。そんなね、そんな悪口、悪口を言った人。はい、はい、俺も遺跡組なんですよ。俺も遺跡組。俺も遺跡組だよ。もうやめるからバイバイ。3%。うるさい、聞こえない。誰ですか、誰ですか。レジ。8.3。ハリックン 8.3。29。4.1。何のパーセント？いや、これじゃない。いや、お前も、お前言ったんだろ、おい。お前ら、ほんとだよ。マサルだよ、マサル。僕っすか、僕ら。おかしいだろ。いや、待って、これ選択肢、マサルが入ってないのはどう見てもおかしい。ないでしょ。え、じゃあ、じゃあ、こっから、サドンです。ガンさんいる。確保するってわかんないから。ね、あ、いる、うん、ランさん呼びましょう。お前、ね、名前言っちゃうんだよ、お前。うわー、言っちゃったよ。R って言ってたのに。R さんだよ。R さん、R さん。R さん、R さん顔売ってこないの。ボーランさん。ね。すでに言ってるから。ボーランさんが来たよ。ボーランさん。ボーランさん。サートメンが来た、ボーランさん。サートメン。なんかね、珍しくね、うちのお店にもね、他店でナンバーワンずっと張ってた子が入ってきたんですよ。来ました。すごい。黒崎健を倒すと。ヘアメもしてないけどもね。ね。ヘアメしてないけどね。うちのね、ラン幹部だからね。ウェーイ。ラン幹部でーす。お、すごい。ハロー。そう。ライバルだもんね、ここね、今ね。ライバル。ライバル。今日から名字つけましたね。久々に延長してから。先ってことで。先ランでね。あのね、延長、ね、この番組一応あの、今日ブラックソードになってるけど、なんかほんなら延長したらまずいでしょ。むしろあの、申し訳ないですね。ね。二人に。そう、ライバルのこの二人の。そうなんですね。ライバル。バチバチしとるわけですね。バチバチね。でも後から来たやつ、マジラーメンのニンニクくぜ。うん、な、こいつ。絶対俺らが原因だよ、これ。間違いない。だってラーメン屋行って、こいつらラーメンしか食わないんで、おかしくね。申し訳ないです。なんでビール頼んでんのに、俺だけビール飲んで、
こいつらはラーメン九州男児なんでしょうがないんです。あ、わかる、しょうがない、延長、延長多いし、しょうが入ってない、しょうがない、しょうがないね、しょうがないね、しょうがない、しょうがない、してない二人が悪い、俺の酒から言ったら一人延長しないならもう二度と見ない、なに延長しないなら二度と見ないだと、延長、延長したい人、延長したい人、ノシ、延長したい人、ノシ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 、俺のお酒がない、ノシ、延長したい人、弱めのパンチあるよ、弱めのパンチ多い、あ、多い、お、ノシが、お、ノシ、ノシ、ノシ、あ、延長アンケ取れば、あ、いいね、ノシ、延長アンケ、ノシ、ノシ、ノシ、オーナー、オーナー、オーナー様、オーナー様、延長のアンケートってどうですか。いやいや、いいですか。いや、延長アンケートで 90% 超えたらじゃあありですよ。90超えたら、90超えれば、じゃあ90超えたら延長、90どうですか。いや待って、これね、みんなしろって、でも見たくなくない、本当にこのメンバーが辛そうだったらノーにしよう、うん、俺はしたいよ、俺はめっちゃしたいよ、一番したいよ、僕ももっとギャグしたいですね、俺が一番したい、もっとギャグ、俺が一番したい、ギャグ、でも俺帰りたい、帰れ、死ね、帰ればいいじゃん、今マリーが隣にいたら早く終わんないっすかねみたいな、言ってないでしょ、言ってないじゃん、マジでマジで遅刻したくせにって言ってますよ、遅刻したくせに、誰遅刻したやつだ、マリルか、お前から遅刻したの、ジークジオンか、ジークジオンじゃない、ジークジオンが遅刻したのか、遅刻したのか、なんかやるよ、ハゲか、ハゲか、後でやるよ、後で、遅刻したのハゲか、スマホ、結果、微妙、聞こえない、ああ、あー、残念、家が30なんて、ハイが60、家が34、ハイが今日は67、バイバイだね、今日はラーメン買って、ラーメン食って帰りましょう、今日はバイバイ、すでにニンニク臭いんだけどね、もう、どんまいだよ、延長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 は3人揃ってから、チラチラすんだろ、付き合う、3人揃って延長ね、しない、まあやだ、ね、もう行かないってどういうことだよ、行かないってどこに、誰ですか、それダメだよ、恋の件です、ゲイズ、おい今日恋のにさっき電話したのに今日は無理ですって言われたね、うん、それはしょうがないだったの、しょうがないですね、うん、やっぱ ね、だってあと花咲春もね、そう連絡したんですね、彼の元上司ですからね、そう元代表ですよ、今じゃルミナスって言っちゃいましたけど、花咲って言っちゃいましたけど、花咲にも電話して前回、うん、ちょっと前ぐらいに来るって言ったのに、来るって言ったのに来ないで、来ない、あらね、呼んだよ、呼んだよ、呼んだんですけど、行かないです、ね、ひどいだ、ねえ、ねえ、ゲイのくせに生意気だぞ、ゲイはマリルだよ、ケン様手を振って、あ、うちの従業員が追加で2人来た、追加で、イケメン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 、スバルとね、スバル、ケンジ、スバルリーダーとね、前回ね、手伝ってくれたケンジね、うやー、初回つまらないね、楽しいよ、これいるの半分だよ、うち、お前1分前、1分前だからちょっと正確だよ、もうあれスバル、スバル人気だね、スバル人気だね、なんすかこれ、スバル人気だね、ようやくイケメンが来たって感じですか、うお、終わっちゃった、終わっちゃった、あれ、あれびっくりした、まだまだまだ、1分前だ、イエーイイエーイイエーイ、あと40、あと42秒、そう、あ、じゃあ、じゃあ、そう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 、見てこれ、そう、スコール、うん、スコールのフィレ、スコールのフィレ、え、ほんとに、おめぇら、なんでおめぇら、歌舞伎町30秒前30秒で、来週はね、今度はね、3人揃う、早くない、終わんのと思ってますね、アッキーアッキーアッキーってなってる、お前アッキー、あ、アッキー、今日は目のパンチで死ぬ、分かろう、アッキーとね、こんなブラックソードですけど、まあ半分、半分もいないけどね、ね、今日はブラックソードデーだね、これね、あ、誰、はい、さっきからさ、連絡しろしろってことで、来週は3人揃う、待って、来週も3人揃うんで、おー、ありがとうい、やでもね、この番組は
ノランのスポンサーの提供でお送りしました。